どうも、IS120% 男、ブス島です。イブバーストエラー実況プレイやっていきたいと思います。はい、マリナ編です。これからマルチサイトシステムのイブのある意味、もう一番の見せ場のシーンですね。ここが一番俺好きなシーンです。ここはよく覚えてるんですよ。やっと来たけど、こっからがね、本来だったらね、もうね、交互にやっていかなきゃいけない部分なんですよ。だけど、今回は編集してね、お見せしますんでね、割と面白いですよ。今度小次郎編来た時にもう片方のを見てもらえるとね、面白さがね増すと思いますんで、じゃあやっていきましょう。行きましょう。いや、しかし本部長いいね、とっとでやれってな。じゃあ行きましょう。端末だな、端末ねえじゃん。机だけど、その上のものに用事があるんじゃないということでね。あたりの様子か。本部長はおトイレに時計を探しに行ったわ。ふふ、不器用だね、相変わらず。でも時計ってのは何かしら。今この部屋には私だけよ、ということで行きましょう。端末、そうよ、端末を今なら本部長の行為を無駄にはしたくないわって、勝手に私が解釈してるだけだけど、こう言っておかないと本部長が危機に落ちるしね、ということで。うわ、古い PC だな。久しぶり DBMS を使用するのも。何の略だっけこれ、データベースなんとかかな。いやー、ここ一番緊張するぜ。これは純粋な端末、スタンドアロンとして使用できる CPU じゃないわ。電源を入れればその内部のネットワークにアクセスできるはず。まあスタンドアロンって、本当はスタンドアロンっていうか、スタンドアロンって呼んでますけど、まあそれ単体で動くってことっすね。じゃあ行きましょうか。カチ、おお、98の音。あ、このフーっていうのがいいね。いいね。ほんといいな、これ。小次郎の時もそうだったけど。カチッと。フィーンとね。うわ、かっこいい。うわ、鳥肌立ってきたぜ、これ。MS-DOS っぽいな、いいな。いや、かっこいいな、これ。パスワード。パスワード12桁の数字、アルファベット記号。本部長はいつも1桁少ないパスワードを設定する。11桁。本部長の誕生日は9月23日だとはね、さっきの本部長のあの会話が全てつながるんすよ。ここら辺がいいね。0923、これで4桁か。だから092ってことだろ。早くしないと戻ってきてしまう。トイレに財布を探しに行くのに30分もかからないわよ。桁数が足りない。どうすればいいかしら。そっか、スラッシュで区切れば0923。あ、0923、また5桁ね。これを西暦に加えて、確か55年生まれだったっけ。1955年、0923、10桁にしかならない。1桁足りない、中途半端だわ。あー、もう本部長、他に何か言ってなかったかしら。そうだわ、確かプレゼントがどうとか、タイが欲しいって。タイ、アルファベットでタイ。おお、ネクタイって言わない、タイっていうところがいいね。うん、これを頭につけると、タイ1995スラッシュ0923と。13桁。うん、頭の西暦2桁を削れば550923、これ11桁、ドンピシャン。素晴らしい。俺が最初092って言ったら何だったんだよな。いや、素晴らしいな。こういうところがもうイブの面白いところだよ。もうこういうドス画面にもいろいろ隠れてんじゃねえかこれ。まあまあまあいいでしょう。でもキャッシュディスペンサーのように2回までパスワードも間違えられるわけじゃないから、1回で傾向が来る。慎重に入れないと。ふう、私って一本指打法なのよね。タッチタイプができないよ。まあブラインドタッチってことな。まあまあまあ、対55。でもこれダメなんじゃないの。なんか幅広のネクタイとか言ってたよな。そういうのもヒントになんじゃねえの。確かそうじゃなかったっけな。おお、いいのかいいのか、大丈夫かこれで。これでいいはずよね。じゃあインターキーを。インターキー、エンターキーじゃないあたりがいいね。まだね、古さを感じます。待って、本部長はまだ何か言ってなかったかしら。そうよ、確か幅の広い大きなタイがいいって。大文字ってことか。あ、幅広い大きな、そっか、最初の3文字。うん、識別紙が大文字よ。危なかったわ、慎重に打たないと。そうそう、昔のやつってね、ちょっと前までと戻れない、全部消さないとダメなんだよね。最初の3文字は大文字と。そう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 、55スラッシュ0923ね。うん、ふう、インター、これでいいはず。おお、緊張すんね。いいな、面白いな、ここ。お、メイン入ったね。あとは DBMS のプロシャージャーをオープンすれば、確かプロシャージャー名はサービス .dbms。 おほほほほほ、本当にドスだなこれ。
未だにね好きですね、こういうの。あ、スペルミス、 V が C になってる。ふう、落ち着いていきましょう。ここら辺はでも間違えても警告来ないでしょ。これはこのねちょっと間違えたりする演出もまたいいよね。うん、 What for a moment、 うん、時間にあまり余裕がないわ。御堂大使のデータを早く調べないと。コネクト、いやーこれ DB につなげるとこのコネクトってまあよく見るけど、まあいいや。ピープル情報ね、ということで。ん、おうおお、ふう、とりあえずここまで来たわ。おお、いいね、かっこいいね。行こうか、端末だ。そうね、時間は貴重。いやいやいや、一番熱いシーンだぜ。ここ何番を選ぶの？まあここで上の何ポリテクなんとかとかローなんとかとかビジネスホーンピープル、多分5番だろう、人だから。でも1番選んでみちゃおうかな。1番選んでみよう。政治カテゴリー、調べたいのは山々だけど時間がないわ。本部長がせっかく得たチャンスを有効に使いましょう。じゃあしょうがねえな。この辺はなんだ、美術か。そういえば今日大使館に来た例の挑発男、絵画の写真を御堂大使に見せてたけど、まあまあいいや、とりあえずピープル行くか。そうね、御堂氏のパーソナル情報をこの項目だわ。5番を入力するわよ。こうね、いいね、うん、検索するキーワード入力か。御堂大使だから御堂と大使でアンドを取れば、あ、本当にデータベースだな。入力すると御堂アンド、あと英語にするってのは人物にって何これ。あ、マリナ、鈴木シリア、あ、ちょっとこれ人物1、マヨコ、ちょっとこれ調べたいな、いろいろ。シリア、ちょっとおっぱい見てみよう。シリア、現在指名手配中のはず。どうなってるのかしら、データは。シリア、うん、おお、シリアフラット、身長121センチ、体重49キロ、国籍エルギア共和国。あ、7月7日、おお、仏島となんか誕生日一緒じゃん、営業用のな。年齢23歳、住所、あ、不定度。なんで3サイズとか書いてねえのかこれ。おー、エール外国人学校アラビア教師、1年前にストールマン校の紹介により就任、現在に至る。ストールマン校殺害に重要人物として現在指名手配中、元エルディア情報部特務第三班所属。プロじゃねえかよ。はあはあ、なんだよ3サイズとか書いてねえのかよ。もう一回ちょっと見てみるか、もう一度だけ調べてみましょう。3サイズ出てこい、3サイズ。うんうん、体重49キロ、いやいやいや、うーん、3サイズはないようだな、シリア。まあまあまあいいや、さあ行こう。じゃあ入力していこうか。1で御堂か。そうよ、御堂大使のパーソナルデータ、これが必要だわ。御堂大使とアンドを使って入力する。役職と名前ってことね。はい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 、こういう風に書くんだ大使って。よく知らない。ロース・ミド、エルディア共和国大使、今年度でエルディア共和国大使として就任、エルディア改革派の中心人物、王宮省、科学局、情報部など旧体制を次々と解体し、収葬とともにエルディア共和国改革の陣頭指揮を通る、旧エルディア情報部部長。あ、なんか関係あるんだ。今年度より日本におけるエルディア共和国大使に就任、活動を続けている。エルディア情報部の元部長だわ。へえ、随分と興味深いデータじゃない。Q ということはもうエルディア情報部は存在していないということね。はあ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 。てんてん。アクセスレベルが低いんだわ。この端末のアクセスレベルは6。だけど本部長は7以上のアクセス権を持っているはず。もっと重要なパーソナルデータを見るためにアクセスレベル7を解除する必要があるわ。そのために解除キー、パスワードが必要になる。本部長はいつも利用してるはずよ。身近なものに書き溜めてるに違いないわ。パスワードが必要だわ。パスワードが。とりあえずちょっと調べるか。トップメニューに戻りましょう、ということでね。何番選ぶの？戻る。ここでセーブが出るっていうことはあれなんですよ、これ以上進めなかったりするんですよ。でザッピングが必要になってくるっていうところなんですよね。まあまあまあ、そういうことです。しかし今回の動画ではそこら辺は大丈夫なんですね。もちろん編集という力を使いますので。机、そうよ、どうせ部長のことだからパスワードなんて何に書いてあるかに決まっている。ガサゴソガサゴソと。どっかしらないわ。あー、ない。もかや机の下もない。本部長の思考レベル大体把握できるはずなんだけど。そういえば彼なんて言ってた。そう、時計を探しにとか言ってたわ。
時計か。どれどれ、時計見てやろうじゃねえか。時計ね、まさかそことかに貼ってるなんてことあった。もう部長さん、もうちょっと気遣ってよ。ま、絶対身近なところにあるとは思ったけどね。パスワード、ドワットは 242BA3 これをアクセス画面で入力すれば。早く入力しましょうということで、じゃあ入力していきましょう。よいしょ。そうね、あのパスワードを入力してみましょうということで、じゃあ行きましょう。何番選ぶ？5番ですね。ピーポン。さあ行きましょうか。サブジェクト、ワード。検索するワードは入力する人物1、ミドウシです。じゃあ行くわよ。ほうほう、アンド、ほう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 。はいはい、これで、確かに、はいはいはい。これはさっきと同じ情報ですな。よし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 。エスケープで一旦 DBMS から抜けて画面をストップさせると。エスケープで、そうだね。そうだね。おもむろにパスワード入力。ダメだ。エスケープしてる間、パスワードが入力できない。慌てて入力しようとしても、ああ、ワーニングエラー。ああ、なるほどね。ふう、ダメだ。間に合わない。どうする？はい、ここでですね、マルチサイトシステムの見せ所でございます。ここで、小次郎編と交互にやっていかないと、実はどんどん先に進めないんですよね。というわけで、今回は編集の力を使ってですね、いろいろ、タタッと見せれると思いますのでね、とりあえず、まあ、こっち戻っておいてと、よいしょ、戻って、とりあえずセーブをして、やっていきたいと思います。ほら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 、なんか出た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 。何度も、どういうこと？そうか、向こうさんもミドの情報を調べてるんだ。イブ、バーストエラー。はい、ということで戻ってまいりましたという感じですね。さあ、5番選んでいきましょうか。こっから、いや、このハッキングのところ間違ってセーブしそうで怖くてよ。どう情報を調べるのという、もう、しょうがねえけど、セーブデータって6個くらい作れるんだけど、片方小次郎で片方マリナ3つずつでさ、結構ね、上書きしそうで怖くてな、これ。まあ、とりあえず行きましょう。まあ、そんなこと言ってもしょうがねえから、もう一度やって。あら、ほら、ここで進むんですよ。こういう風に。ほら、あらって確実変わってるもんな、メッセージ。勝手にデータが参照されて、これ、小次郎が今解除してるんですよ。小次郎側の方が。でね、こういう風にやってるんですよ。それをお互い姿見えないけど、俺は神目線で両方見てる。ここがね、面白いね。どういうこと？っていうことでね。OK、OK。これでいいんじゃねえかな。ほら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 。あからさまにアクセスしてる。まさかトレスされてた？誰かが外部回線から侵入してる。誰よ一体。やっぱり。誰かが同じパスで二重にアクセスしているんだわ。本部の DBMS に不正アクセスするなんてなかなかやり手じゃない。私のアクセスを待って侵入したんだわ。でもなぜ御堂大使のことを調べてるのかしら。彼に何があるというの？そうよ、待って、今はサポートが欲しいって言ってたじゃない。これはもしかすると乗ってやろうじゃねえか。これはな、乗るべきだ。何番選ぶの？とりあえず戻る。解除する。ここですね。ミドウの個人情報。そうね、このもう一人の人間にもミドウ大使の情報を調べているみたい。ふふ、ゾクゾクしちゃうじゃない。見ず知らずの人間に協力するなんて、いや、いいね。おそらく向こうもアクセスレベルを解除しようとしてるんだわ。向こうの入力と同時にこちらもやれば、あるいは、よし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 、いけいけ、熱いね。お、解除できんだろ。ここよ、ここでパスワードを入力すれば。来た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 。日本政府は旧エルディア情報部への、なんだよ、ダメ、制御しきれない。あー、ふう、やっぱり一人では難しいわ。向こうさんと協力しないと。あー、でもどうだろう、もう一回やってみっか。とりあえず、なんだか照れるわ。見ず知らずの人にメッセージを送るなんて、あ、これでいけんのか。 OK、 パスワードは解析済み、 242BA3。 こんな感じでどうかパソ2みたいになってんだよ。いいね、向こうももう気づいてるはずよ。かな。でも見ろよ、メッセージが来てるぜ。え、鳥肌立つわこれ。いいね。イブ、バーストエラー。やっていきますよ。解除しよう。向こうさんの返答待ちね。うん、モニターに注目していきましょうということで、じゃあちょっと端末見ようか。帰ってくるはずなんだよな。これでメッセージ送ったのを、これ小次郎側で見てるはずなんだよね。早くして。あ、来た来た来た。ほらほら、これがね、マルチサイトっていうか、このいいね、やっぱこの仕組み楽しいな。
まあ、プレイする方は結構面倒なんだけどさ。来たわ。ふ、向こうさんでパスワードを入力、こちらで端末の固定と。だったらなんとかなりそうだけど。アクセスレベルを解除するわよ。いけ、解除しろ解除しろ。じゃあまず見通しのパーソナル情報へと。 OK だ OK だ。よし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 、これで、よし、続けていると。まあまあまあ、ここでエスケープ固定と。ふう、なんとかここまで来たわ。あとは向こうさんにパスワードを入力させるだけよ。エスケープモードから向こうへメッセージを送るわ。カタカタと。 OK、 入力を始めて。こんなところかしら。あとは向こうさんがパスワード守備よく入力してくれりゃ入れるって寸法だな。早くパスワードを入力してよ。まだ動きはないわ。もう一回見か。どうしたのかしら。あ、お、来た来た来た。おーおー、エルディア、おー、はい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 、暗殺事件により資金援助、おお、出てきたね出てきたね、 C プロジェクト、おお、ミュー 101? なんだ。依頼している極秘に進められた C プロジェクト、陸爆2部研究成果回収。どういうことなのか。これは自動的にディスクの画面が保存されてるはず。とにかくデータが終了するまでこのままバタン。北条さん、え、うわー、タイミング悪い。これはどういうこと。な、何のことかしら。ディスクを早く抜き取らないと。不正アクセスがこの部署の端末から行われていると監査部の方から通達があったわ。ふん、馬脚を表したわね。もう観念しなさい。まあまあ香川くんさ、河野さん、あなたの責任も追及されて叱るべきです。ふう、階級剥奪中のあなたがこともあろうに上司の端末を無断使用し、あまつさえ5機のDBMSへアクセスするなど、へ、バレちゃしょうがない。え、本部長、管理ね、ぬわ。おお、おお、いいケツって言おうと思ったけど、マリーナ、うっぷん溜まってたんだな、これ相当。動くな。とうとうその野生の本性を表したわね。何よ、このブース。なんですって、主演を。おっと、動いたら本部長の命ないわよ。助けてくれ。私には妻と二人の子供が。くっ。あら、本部長は確か奥様がいないはずでしょ。うむ。だが、悲劇の度合いが増すだろう。もうちょっと優しく扱ってくれたまえ。まあ、撃たれるとは思ってないな、本部長も、これは。人質がわがまま言わないの。仲いいな、この二人でも。北条さん、これ以上罪を重ねない方があなたのためだわ。ふん。ほら、銃を渡して。そう。いいわね。動くんじゃねえ。キャー。あたしゃねえ、根っからの悪なんさ。へへ、姉ちゃんよ、いい乳してるな。悪の方向性がちょっとずれてるようだぞ、周りなく。落ちたものね、一級捜査官としてエリート街道を進んでいたあなたが。うむ、納得しないでよ。北条さん、河野さんを解放してお願いよ。ふん、へえ、そう、聞く。まあ、しょうもないこと考えてるな。お黙り。北条さん、どうすれば本部長を解放してくださるの。そうね、ここでストリップショーでも始めてもらおうかしら。なんですって。おっと、動くなって言ってんのがわからないの。北条さん、言っていいことと悪いことが。あ、私はね、前からあんたことはでっ嫌いだったのよ。話がどんどんずれてるような気がするぞ。声が上ずってるわよ、本部長。嬉しそうにして。うむ、早く続けたまえ。この二人どうしようもねえクズだな。俺好きだけどね。さ、脱ぐの、脱がないの。脱ぐわけが。頼む、香川くん、まだ死にたくない。河野さん、あら、ずいぶんとタイミングがいい悲鳴ですこと。うむ、リアリティを持たせるためだ、仕方あるまい。ほんとかしら、その割には鼻の下が伸びてるけど、気のせいでしょ。さ、脱ぐの、脱がないの。わかったわ、私が脱いで河野さんが助かるなら。さあさあ、くっ、わお。まあ、ここまでは大丈夫だね。まだシュルッシュルッとね。無法中年、うむ、今なら死んでも構わない。安いなお前。本部長、脱いだわ。だからどこが脱いだのよ。え、その邪魔くさいスリップは何。まさかこれも。ふん、シルクなんてお上品なのつけちゃって。私はそういうのが一番嫌いなの。あなたね、言っていいことと悪いことが。動くな。香川くん、私はまだ生きて天寿を全うしたい。さっき死んでもいいって言ってたじゃない。うむ、しかしあのスリップの下を見るまでは。死にたくない。
さあさあくわお、これブス島マークだね。これねシュルッとね、あれで書き込みすごいですよこれ。いやいや、ちゃんとね、あのね、ガーターベルトを履いてるんですけど、ちゃんとねガーターベルトの上にパンツ着てるんで、これ正解ですね。あの、知らない人ってね、ガーターベルトの下にこうパンツがこう入ってたりして、これじゃ脱げないじゃんみたいなね、そういうのがあるんですよ。くー、本部長さ、これ、あ、そう、肝心なことを忘れた。黒ですね、ちなみにね。はい、いいわ、素直に捕まってあげる。ほっ、それにしても香川さん、オフィス内でなんて格好してんのよ。ブラにパンティーにガードル、へえ。あ、な、あなたがまさか服を脱ぐなんてね、シラフじゃとてもできないわ。あ、あなたって人は、じゃ私が捕まえてもらいましょう。守衛さんでも呼びましょうか。な、や、やめてよやめて。何を捕まえたいんでしょ。えへん、守衛さんやめて。分かったわ、要求は何。ふふん、そう来なくちゃ、早く言いなさい。今日一日の自由。冗談言わないで、無理に決まってるでしょ。無理は承知よ。別に規律を変えろとは言わない。このまま見逃して。そんなこと、監査官の私ができるわけ。じゃあ私を捕らえるのね。当たり前でしょ。えへん、守衛さん。わかった、わかったわよ。監査官のプライドより女のプライドってわけね。本部長顔喜んでるし。何とでも言いなさい。河野さんは解放してくれるの。外でね。いいわ、私は河野さんを助けるために恥ずかしも受けたと報告書に書くわよ。どうぞどうぞ、ついに本当に恥ずかしめを受ける。出てけ、怖ふう、さ、いつ追手が来るかわからないしね。マリナ君、ありがとう本部長。うむ、ま、結構なものを見せてもらったしね。妻と子供がだもんね。それよりの収穫はあったのかね。ええ、ディスカ抜き取ったからログファイルが手元にあるわ。どっかで見る。それにしてもレベル7の情報を閲覧したんだって、すごいね。でも気にすることが結構あるわ。聞こう、日本政府がエルディアの何かに資金援助をしてたらしいって。聞いたことはあるね。だがもう白紙に戻されたって話だが、 C プロジェクトって聞いたことある？いや、ないな。そう、それに御堂氏が関わってたって。ほう、他にも御堂氏のパーソナルデータを参照していた人物がいたわ。不法によ。本部の DBMS にかい？私のアクセスと同時に後をついてきたのよ。それ随分やり手だね。最後はアクセスレベル解除に協力してもらっちゃった。おいおい、まずいよそれは。しょうがないじゃない、見られないんだもん。だもんってね。じゃあんまり立ち話もなんだし言って。国限は今日一日と考えた方がいいね。うん、わかってる。連絡するときは僕の個人回線に。本部のは盗聴されてる恐れがあるからね。何から何まですまないね。ほほほ、君がいないと面白くないんだ。じゃ、いや本部長いいな、好きだな結構。本部長は言っちゃったわ。陰険な香川のことだからね。どうせいろんなところに手を回してるに違いないわ。どこ行ったらいいかしら。まあとりあえず脱いどっか、すべて。そういうことしてる場合じゃないんだな、これが。時間貴重だわ、逮捕されるかわからないわよ。まあとりあえず移動して、とりあえず3マンションでセーブでもしたい。とりあえず。でもどこでセーブできるんだ。3マンション行けばセーブできるか。あそこも手が回ってると思うけど。ああ、目つきの悪い男がうろうろしてるわ。ふふ、部屋に戻ったとご用になるかしらね。夜まであまり動き回らない方がいいかもしれない。ここも危ないわね。あ、一応ここセーブできるな。はい、ということでね、ハッキング編終わりという感じでございますね。いや、なかなか面白い展開になってきたんじゃないですか、これ。もう本当映画ですね。もうね、いいですね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。いや、わかるぞ、草薙それ。俺もそうだ。俺も人の名前呼び捨てできねえんだ。ありますけど、カーソル、ここにあります。ここにあります。もう一回言います。ここにあります。私がご飯作ってあげます。いい子じゃねえか、本当に。まあね、まあ、そうでしょうね。あ、手が勝手に彼女の上着に手を。ちょっと待って待って。常識では考えられない発言。コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。